来たんじゃないか。ナイス。16番パー4、289ヤード。めっちゃ短めのパー4。うん、めっちゃ短いですね。うん。久々にレディースティーの。レディースティー確かに。なんかこれはやっぱ、なんなんだろう。乗せてこいってことですかね。乗せていただきたい。うん。ちょっと上げてっかんね。上げてるから多分300くらい飛ばないと。うん。むちゃくちゃいいけど。うん、あれ？なんか着弾見失ったわ。どれだ？ちょっと左ですけど。ちょい左？オッケー。風が左からかな。ナイス。オッケー。センター狙いで。うん。うまい。うん、左のちょっとラフ入っちゃったかなぐらい。おお、でもナイスです。出てるフェアウェイのところですね。うん、ナイスです。あざっす。オッケー。皆さんお気づきかもしれませんが、もうねずっとねこの大西さん僕と同じぐらいのこう飛距離でちょいちょいこう超えてくるんでね、あのすごい。悲しい気持ちにはなるんですけど。じゃあここから寄せワン勝負しましょう。オッケー。58ヤード。58度。間違った。56度。58持ってたっけって思ったわ。オッケー。わ。あそこにマウンドあるんだ。うわすごい戻った。めっちゃミスったー。これやばい、やばだね。突っ込んだ方が良かったっすね。そうだね。これはもうほとんど同じですが、うん、今のを見せていただいたので、うん、奥にピンハイ突っ込み、マン突っ込み、うん、やっべ、ちょっと待ってマン突っ込みは達成。突っ込みは達成したんだけど、今の何ですか？バックスイングに、うん、の時にここ引っかかって、引っかかった。マジやったわ。なんかこれ多いな。超もったいない。はい。15ヤードぐらい、58度で。58度、15ヤード。あー、うまい。うん、うまい。けど意外と止まりましたね。思った以上に。結構ここマウンド効いてるから。良かったかも。13ぐらいかな。いやーナイス。ナイス。結構曲がりましたね。すら、くだすら、くだすら。多分俺が見えてるより曲がりそうな雰囲気があるんで、うん。いや今の私のとこも結構曲がりましたもんね。そうだよね。うんうん。ぐらい。あ、曲がんない。そこまではいかないと。俺やっちゃいます。はい。ボギーパット。オッケー。ザス。しっかり入れていきます。うん、パーパット。すぐですね。ナイス。ありがとうございます。さすが、ナイスパー。出すいいね。17番パー4、336ヤード、ちょっと芝を育ててるので今このこちらのアングルからお届けします。プロっぽいアングルで、うん、綺麗ですね。うん、すごい育ってるね。すごい、もういいだろう。もういいってなるよね。うん、オッケー。ナイスショー。オッ
あ、ちょいラフだけどナイスです。ありがとうございます。なんとなくいい感じにスイングを、うん、いい感じになった。うん、結構なんか面白いことに昨日グリップを変えて、うん、ちょっとスイングを変えて、うん、今日来てるんで、うん、普通は変えないですよね。普通は一旦ね。でもちょっとあっち、それをやりきるのが欲しい。そう、やりきっちゃうんですよね。よくも悪くもね。やりきり系女子。そう、やりきり系女子。あんまよくなく聞こえるね、それ。確かに。いや、いいんです。風右からだよね。うん、右から来てます。雲も右から来てる。ちょっと右目に打ち出せればと。うん、ちょっと狭めかな。ちょっと右すぎか。あった。出遅れたけど、このこのリミラフ斜面ですね。セーフ。危ねえ、今やったと思ったわ。大西さんはなんか短気なんでしょう。私は本当に短気なんですよ。ちょっと怒る感じが想像できないけどね。本当ですか。うん、怒ったらもうやばいですよ。全然そんなことないけど、まあまあでも短気ですね、結構。あ、そうなんだ。なんだろう、末っ子、私、お姉ちゃん、3人お姉ちゃんいて、ああ4姉妹。そう、4姉妹なんですよ。ああ、で、末っ子なんですよ。ああ、それもあるかもしれないです。なるほど。でも多分結構わがままマイペースがゴルフにいいのかな。ああ。で、ポジティブに考えるのがやっぱ末っ子なんで。え、ゴルフでイラッとする？怒る？ゴルフ、あ、でもゴルフはあんまりないかもしれないです。どっちかというとプライベートでなんか、うん、そうですかね。プライベートかな。お腹空いてる時と眠たい時ってすごい。それはマジわかるわ。わかります。だからお腹空いてる時にご飯が遅かった出てきたりとかして。めっちゃわかる、それ。結構ね、無言になりますよ。ほんと喋んなくなる。私こんないつ口から生まれた人みたいに喋るんですけど。無言になる。ほんとお腹空いてる。さすがの大西も無言になる。マジで無言になる。オーケー。目が死んでる。ここはそんなに吹いてないけど、グリーンはすごい吹いてる気がします。ちょっとピッチングで。あ、こっち上げてますよね。嘘、9で。嘘。なんかこっちは上げてません。でも向こうはフォローなんですよね。どっちを信じるかはあなた次第。あなた次第ね。とりあえず乗せる。うん、そうですね、確かに。ので9で。良さそうだけど。あ、奥。あ、奥かな。ちょっとグリーンが砲台で見えないけど、まあ、まあでも OK じゃないですか。残ってるとは思うんだけど、うん、今の感じは残っててほしい。 OK OK OK。 いいショットだったんで、ショットしたいの、ね、じゃあ90、50度で。50度しっかりとインパクトできるように、はい、うん、めっちゃクラブの入り方すごかったけど、すごいね。手前かな。スイングがさ、もともとさ、はい、すごいこう、ちゃんと寝て入ってくるタイプだよね。そうですね。それも本当良くも悪くもって感じなんですけど、昔のスイング、ここがすごかったです、うん、でもそれが結構今、ちょっと飛距離に繋がってるっていうのはあるんで、うん、そうだよね。これはロングパットをたくさんしてます。ロングパット。ロングバーディーパット。うん、思ったより行かなかったです。うん、行きます。58度。58度。25ぐらい。うん、いや、30。今使いましたよね、でも。今のめっちゃ分かりました、手首。なんか今、そうなんです。今ちょっとアプローチを、すごいアプローチ革命をしようとしてて。今までより飛んじゃうから、うん、そうなんですよね、結構捕まっちゃうんでね。
手前目って思ったらちょっと弱すぎた今みんなでアプローチの打ち方を技をね身につけてる途中なんですけど、なかなか距離感がパッと6メーターぐらい、はい、え、マジで今日やばいねどうしたんですか？パタモン名乗れるわ。なんかもう恐怖すらを感じてきたいや、俺もちょっと怖いもん。なんかちょっと恐怖なんですけど、バケツで、ね、入れるぞ。うん、頑張った。頑張んなかったです、思った以上に。うん、ナイス。はい、仕方がない。うん、こんな日もあります。あるよこの木の上行けばいいですか？この木の上、うん、18は333ヤード OK。うん、マジ完璧だと思う。うん。いきます。ものこっつ上げてますよ。ものこっつ上げて。ヤスさんもだいぶ右。いや、多分普段はここ刻むと思うんですよ。距離も短いし。ただ今日すっごい風が上げてるんで。刻んでセカンド170ぐらい残すならもう打っちゃえって感じですね。同じコースに行きたい。やばだけど、あ、これ池だわ。池、今の池ですか？池、しっかり池あの辺から打ちます。はい、難しいですね、結構狭いから。103ヤード、フィーで。うん、ナイスオン。65ヤード。65。56度です。56。お、ナイス。ありがとうございます。これは寄ったんじゃないですか。ちょっと奥？うん、ちょっと奥かな。うん、ナイス。オッケー、ありがとうございます。ほぼほぼ曲がりません。いや、ちょいすら。マジ来たと思った。いや、今のも絶対入ったと思った。ね、いやでもいいパットです。ね、ナイス。あざす。今日はパットは本当にいい。バーディーパット。曲がらないと思います。うん。あ、曲がったか。ちょいすら。曲がりました。うん。やっぱ。よし。じゃあ前半お疲れした。お疲れ様でした。2オーバーで。2オーバー。2オーバーか。まあでもまだあと9ホール半があるんで、うん、これからちょっと伸ばしていこうかなと思います。うん、これは4オーバーかな。もう本当にパターのおかげで、確かにめちゃくちゃ助かってますけど。ね。なんか後半もこれが続けばいいなと思っております。願っております。はい。はい。じゃあお昼食べてきます。はい。